はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はモルガンとカミジュナどっちが強いのという質問があったんで、それについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもう早速やっていくんですが、まあ今回の質問マジで難しいです。はい、まあ神とモルガンどっちが強いか、どっちも強えしなーっていう、まあめっちゃ極論から言うんですが、個人の意見として神とモルガンに関しては同等かなって思ってます。はい、一緒ぐらいのレベルです。まあどっちか宝具レベル3とか持ってるだけで、まあ周回の幅っていうのは変わるかなっていうタイプの2人になっているんで、まあどちらか持っていれば OK っていう感じかな。はい、それぐらいに両方ともレベルが高いキャラクターとなっております。でまあこれだけ話すと、まあ、動画の意味がないっていうことになるんで、まあいろいろと、まあ、こっちの方がこれ強いよっていうお話ししていくんですが、まずまあ両方とものサーバントの強みですね、画像作ってるんでそちらご覧ください。まずカミジュナですね。カミジュナに関してなんですが NP30% チャージ持ちで弱体特攻を持っている。そして B のみにバスターのみにスター集中度アップで、宝具で、バスター耐性ダウン、まあ基本この強みっていう感じかなと思います。でもう一方モルガンなんですが NP50% チャージ、そのうち 20% は単体付与、人の力、妖精、円卓特攻、スター集中、スター生成、全体デバフ、バフと宝具で OC1 段階アップする。まあこういう感じになってるかなと思います。でまあ数的なことを言った時に神の方が少ないんで、いやじゃあモルガンの方が強いじゃんって思う方いるかもしれないんですが、そういうわけではありません。はい、なんでかっていうと、その数によっていろいろあったりはするんだけど、結局使い勝手の良さとしてはどっちなんだいっていう話になるからだね。でまあ例えば比較する点なんですが、まあまず特攻ですね。はい、弱体特攻と人の力、妖精、円卓特攻なんですが、やっぱ幅が広いというのは弱体特攻の方です。圧倒的に弱体特攻の方が強いです。でまあなんでかっていうと、人の力、妖精、円卓持ってるキャラクターはもちろんいるとは思うんですが、やっぱ誰でも弱体特攻してくれる、弱体が一つでもついていればダメージを与えることができるっていうのは、まあ神ジュナの強みになってるかなと思うので、まあ特攻だけの話をした時にやっぱり神ジュナの方が強いかなと思います。ただ弱体ですね、デバフが、ね、かかっていない場合、この特攻っていうのは火力乗らないんで、そこだけ注意必要かなと思います。まあただ宝具でね、宝具を打つ前にバスター耐性ダウンしてくれるということで、まあ実質ほぼほぼ耐魔力がない限り、まあ弱体特攻が刺さってくれるんで、そういった意味ではやっぱり神ジュナの方が強いかなと思います。で神ジュナなんですが、神ジュナとモルガン特攻の火力を見た場合どっちの方が強いのというお話なんですが、どちらか片方だけですね。はい、モルガンが人の力特攻と妖精円卓特攻を持ってるんですが、どちらか片方だった場合神ジュナの方が火力が出ます。はい、弱体特攻の方が火力出てくれるという形になっています。ただ両方とも特攻が乗っていない場合ですね、その場合はモルガンの方が火力出てくれるという形になっております。なのでまあやっぱそこは攻防バフの強みって感じかな。特攻どちらか片方だった場合神、特攻乗ってない場合はモルガンと思ってもらえればいいかなと思います。そしてその次スター集中度ですね。これも結構重要になるかなと思います。まず神ジュナなんですが、バスターのみのスター集中となっております。なのでそういった意味では9とかアーツに無駄に星がいかない、これはやっぱり強い点かな。まあ例えばで言うとクリティカルで殴っていこうってなった時にバスター 9A バスターがあったとして、バスターで殴りたいのに9と A に星吸われちゃったっていうのが基本なくなってバスターのみに行ってくれるんで、そういった意味では圧倒的に強いかなと思います。
で、一方、モルガンなんですが、モルガンに関しては全体のスター集中度アップということで、バスターで殴ろうってやった時に Q とか A とかに行きやすくなる。まあこれに関しては正直なところ、運要素が絡むなっていう感じはあったりするかな。ただ、スター生成を持ってる。これは神ジュナとは違う強みになってるかなと思います。スター生成のお話をした時に、やっぱクリティカルのしやすさで言うと、モルガンの方がしやすいんだよね。まあやっぱり神に関してはスター生成を持っていないということで、まあどっかで星出さないといけない。どっかのキャラクターとか概念霊装とかで星を生成しないといけないっていうのがあるんで、そこがちょっとめんどくさいです。一方、モルガンに関しては、第3スキル切ってあげることでスター集中、スター生成、クリー力アップがポンってついてくれるんで、まあやっぱり星がないっていう状態でもワンチャンクリティカルすることが可能となるって考えた時に、やっぱこのスター集中、まあスター集中全体になってるけど星生成してくれる強みっていうのはあるかなと思います。なので地味にね、星さえ用意できていれば神ジュナの方が使いやすいんだけど、星が用意できてなかったら圧倒的にモルガンの方が使いやすいよねっていう形だよね。次で言うと、まあ全体バフデバフがあるかって感じかな。まあ単純に神ジュナに関しては自身のバフで自分で殴ろうっていうキャラクターです。一方、モルガンに関しては自身で殴ろうっていうこともできるんですが、自身で殴らなくても味方に攻撃力アップ、あと敵全体に防御力デバフ打ってくれるということで、まあ味方でも殴りやすい。これはやっぱり強みかなと思います。モルガンゆえの強みって感じかな。なのでまあ普通の変則クエストとか周回しようって思った時に、まあ神のコマンドカードに依存するではなく、モルガンだった場合ワンチャン味方で1ポチしただけで、あ、攻撃力防御力、攻撃力アップしてた、防御力ダウンしてたから良かったっていう状況がワンチャン起こりうるっていうことにもなったりするんで、この全体バフデバフに関しては結構強くなってくるんじゃないかなと思っております。そして宝具なんですが、宝具に関しては正直両方とも強いかなって思います。まあ両方とも違うパターンで使える、違う方法で使うって感じですね。まあ神ジュナに関しては宝具使用する前にバスター耐性ダウンしてくれるということで弱体特攻が乗る。でそれ以降のバスターチェーンとかでバスター耐性ダウンしてくれるので火力が伸びやすくなる。まあバスターでぶん殴っていこうって思うんだったら、このバスター耐性ダウンは便利かなと思います。で一方、モルガンに関しては OC を1段階アップしてくれるということで、まあ例えばで言うとキャストリアの対粛清防御の回数を上げるっていうのでもいいし、ゲステラですね、モルガンの宝具打ってゲステラ打つってやった時にゲステラの OC が上がってくれるんで、そこも運用することが可能となるっていう形になるんで、なんだろう、神ジュナに関してはバスターオンリーでめちゃくちゃ強い。で一方、モルガンに関しては宝具の OC がキャラごとによって変わっていくんで、そのキャラに適性が合うキャラクターに関しては強いと思ってもらえればいいかなと思います。そして NP チャージなんですが、これはまあシンプルですね。 NP30% チャージ持ってるのと NP50% チャージ持ってる、ただただそれだけです。でどっちの方が強いかっていうと、まあ圧倒的にモルガンの方が強いです。はい、なんでかっていうと、NP30% チャージは自身で持ってます。これを考えた時にイコールになります、神ジュナと。でそこから単体付与で NP20% してくれるんで、まあモルガンに使用して NP50% チャージっていうやり方でもありだし、サポートに打って宝具打たせてあげるっていう運用方法もありだったりするんで、まあ本当に NP の操作的なことを考える時にはやっぱりモルガンの方が上になるかなと思います。まあここは多分持っている概念霊装にもよるっていうのはあったりするかなと思います。以上が比較する点になってるかなと思います。はい、まあ両方とも強いね、本当に。でまあシンプルに分けてお話ししていくと、 NP チャージとスター生成、あと全体バフデバフですねに関してはモルガンの方が強くて、弱体特攻、バスターのみのスター集中アップ、あと通常攻撃に関しては神ジュナの方が強いと思ってもらえればいいかなと思います。はい、まあ、本当に両方とも強いんで、
両方ともホーグレベル2持ってるだけで多分周回に関しては変わるんじゃないかなと思います。まあ両方ともホーグレベル5持ってる人からするともう本当にあんまり変わんないだろうね。神ジュナ使いすぎたからじゃあ次モルガン使うわみたいな、そういうパターンになってるかもしれないんで、本当に両方とも持っておいて損ない、プラス両方とも強いキャラクターとなっているんで、両方とも強いという結論で終わりにしようかなと思います。でまあピック的なことを考えた時にね、今モルガンがピックアップ来てるんで、神ジュナがいつちょっとピックアップ来るかわかんないってこと考えたら、もしかしたらモルガン今ホーグレベル 2,3 ぐらいに上げといた方が今後のボックスイベントとかでは活躍する可能性っていうのはあるかなと思います。神はいつ復刻来るかによって結構変わるかなって感じかな。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.